こんにちは。こんばんは。今回は、うつ主が年末にハードオフに行ってきた話をするぜ。ちなみに第3弾だぜ。は、第2弾で終わりじゃなかったの？甘いな。誰も年末に2回しかハードオフに行ってないなんて、言ってないだろ。一体どれだけ買ってるのよ。前々回の動画で何も考えずに買いすぎたって反省してたじゃない？あれは嘘だったの？それは本当だぜ。年末の買い物は反省する前のことだから仕方ないぜ。要は年末はずっと浮かれっぱなしで、何も考えずに買い物しまくってたってことね。そういうことだぜ。反省したのは年が明けてうぷ主が我に帰ってからだぜ。なんか本当に反省してるかどうかも怪しいわね。まあな。まあとにかく今回も、年末で浮かれていたうぷ主の購入物を紹介するぜ。ちなみに今回もうぷ主がハードオフに行った当日の、駿河屋、アマゾンの価格を参考までに載せておくぜ。と言いたかったんだけど、実は今回も当日に調べるのを忘れて、この動画の原稿を作ってる時点で調べたので、参考価格は年明けのものになるぜ。うぷ主また当日に調べるの忘れたのね。みたいだぜ。今回も駿河屋は送料別、アマゾンは送料込み、の最低価格を載せているぜ。なぜこのような参考価格になっているかは、最初のブックオフ行ってみたの回に説明があるからそっちも見てくれると嬉しいぜ。説明欄に URL も載せておくぜ。ここはいつもの定型文です。では今回購入したものを紹介していくぜ。まずはファミコンのソフトから。信長の野望、全国版、108円。この商品のネットでの価格は、駿河屋、470円、アマゾン、300円、だったぜ。これは108円ならお買い得ね。そうだな。このゲームは歴史シミュレーションゲームで、今でも新作が発売されている、信長の野望シリーズの作品だぜ。もともと PC で発売されたものを、ファミコンに移植したようだぜ。この全国版は、光栄の家庭用ゲーム機市場への初参入ソフトでもあるようだぜ。へえ、そうなのね。ちなみにうぷ主はこの手のゲームはあまり得意じゃないぜ。じゃあなんで買うのよ。安かったからだろうな。次に行くぜ。次はゲームボーイのソフトだぜ。Gアームズオペレーションガンダム、108円。この商品のネットでの価格は、駿河屋、200円、アマゾン、199円、だったぜ。これはネットよりはって感じね。そうだな。このゲームは、SD コマンド戦機、Gアームズを題材にした、アクションシューティングゲームのようだぜ。うぷ主は当時このソフトの存在は知っていたけど、プレイしたことはないぜ。うぷ主ガンダム好きだったのに。ああ、うぷ主が SD 系で好きだったのは主にナイトガンダムや、武者ガンダムで。コマンドガンダムはあんまり好きじゃなかったようだぜ。まあナイトガンダムや武者ガンダムに比べるとちょっと地味だしね。そうだな。今見るとコマンドガンダムも渋くてかっこいいんだけどな。次に行くぜ。ドラゴンクエストモンスターズに、マルタの不思議な鍵、ルカの旅立ち、108円。この商品のネットでの価格は、駿河屋、200円、アマゾン、180円、だったぜ。これもネットよりはって感じね。そうだな。このゲームは今でも新作が発売されている、ドラクエモンスターズシリーズの第2作目の作品になるぜ。ルカの旅立ちと、イルの冒険の2バージョンがあるぜ。この頃のゲームボーイのソフトって、やたら複数バージョンで発売されてた気がするわね。そうだな。ポケモンが大ヒットしたのが影響してるんだろうな。ちなみにうぷ主は当時なぜか買わなかったので、未プレイだぜ。1の方はかなりプレイしたって言ってたのに、2は買わなかったのね。ああ、なんで買わなかったんだろうな。当時他に何か欲しいものがあって買えなかったのかもしれないな。ちなみにこのソフトはちょっと前までハードオフのジャンクボックスによく転がってたんだけど、最近ジャンクで見かける数が少なくなってきたので、108円で買えるうちに買っておこうと思ったようだぜ。徐々に値段が上がってるのかしら？そうかもな。最近だと場所によっては500円くらいで売ってたりするしな。次に行くぜ。次は64のソフトだぜ。ゼルダの伝説、ムジュラの仮面、540円。この商品のネットでの価格は、駿河屋、380円、アマゾン、273円、だったぜ。これネットよりだいぶ高値で買ってるじゃない？ああそうだな。うぷ主64の相場はよくわかってないから、540円なら安いんじゃないかと思ってつい買ってしまったようだぜ。ちゃんと調べてから買いなさいよ。
年末で浮かれてたから仕方ないぜ。このゲームは言わずと知れた、ゼルダの伝説シリーズの作品で、同じく64で発売された、ゼルダの伝説、時のオカリナの続編になるぜ。ウプ主は当時時のオカリナの方は購入して全クリしてるんだけど、こっちは持っていなかったので未プレイだぜ。ちなみにこのソフトは、64本体にメモリー拡張パックを装着しないとプレイできないぜ。ウプ主それ持ってるの？ああ、あるはずなんだけど。この前64本体を確認したら、なぜか初期装備のターミネーターパックのままになってたから、探さないとだな。本当にあるの？なくしてなければあるはずだぜ。多分。次に行くぜ。F1 サーカス CD、説明書欠品。324円。この商品のネットでの価格は、駿河屋、380円、Amazon、273円、だったぜ。ちなみに駿河屋、Amazon ともに説明書ありの価格だぜ。これもちゃんとしたのをネットで買った方が良かったわね。っていうか何よこれ？ん？見ての通りメガ CD のソフトだぜ。このゲームは PC エンジンをはじめ、ファミコンやスーファミやメガドライブなど、当時いろいろな機種で発売された F1 サーカスシリーズのメガ CD 版だぜ。F1 サーカスシリーズは見下ろし型のレースゲームが多かったみたいなんだけど、これは一人称視点のレースゲームみたいだぜ。いやそういうことじゃなくて、ウプ主メガ CD なんて持ってなかったでしょ。ああ、確かに持っていなかったな。今までは、まさか。ああそのまさかだぜ。少し前に念願のメガドライブを手に入れただろ。実はそのすぐ後にネットでメガ CD 本体もゲットしたんだぜ。CD ロムロムの時と同じようなことになってるじゃない。ああそうだな。まあ正確には CD ロムロムよりもメガ CD 買った方が先なんだけどな。基本ネット購入品の動作確認は後回しにしちゃってるし、ソフトもなかったからずっと買ったままになっていたぜ。それで動作確認するために今回メガ CD のソフトを購入したと。そういうことだぜ。ここまでいろいろ手を出してると、さすがにウプ主の財布の中身が心配になってくるわね。ああそうだな。去年はちょっとでも欲しいと思ったら片っ端から買っていたからな。去年使った合計金額とか出したら、ウプ主倒れるんじゃないかな。ちょっとは考えて買いなさいよ。まあさすがにこのままだとレトロゲームで破産とか、笑えない状況になりかねないので。今年はちゃんとルールを決めて買い物しようと思ってるみたいだぜ。それに動画も購入品紹介ばかりになってしまうしな。他のこともやらないと飽きられちゃうしね。そうだな。次に行くぜ。セガマーク3、本体、コントローラ、アダプタ、RF ケーブル、ソフト2本、セットで8640円。ちょ、この商品のネットでの価格は、駿河屋、9000円、 Amazon、 33139円、だったぜ。ちなみに駿河屋は箱節なし、本体、コントローラ、ケーブル、アダプタの価格。 Amazon は箱、本体、コントローラのみの価格だぜ。ちょま、ちなみにセットで付いてたソフトは、ハイスクール記念組とハジャの封印で。もしもし、ハイスクール記念組は、駿河屋、1000円、Amazon、1480円、だったぜ。ハジャの封印は、Amazon、1210円、だったぜ。こっちは駿河屋では売り切れていたぜ。うおいこら。また随分高いもの買ってるじゃないの。いくら年末のハードオフは品揃えが豊富だからって色々買いすぎよ。仕方ないだろ、これも浮かれてた年末の話なんだから。それに確かに購入金額だけ見ると高く感じるけど、実際にはかなりお得に買えてると思うぜ。しかもこれは動作品として売られていたから、中古保証もついていて、保証書なくさなければ1年ちょっとの間は、壊れても購入店舗で無料修理してもらえるぜ。確かに保証までついてこのセットでこの値段なら、お買い得だったのかもしれないわね。だろ？まあ RF スイッチがセガの純正品じゃなくて、ファミコンのだったのがちょっと残念だけどな。っていうかセガマーク3のソフトも、レトロフリークでやればいいんじゃ？前に言っただろ、レトロフリークを買ったからこそ実機が欲しくなったって。すべての始まりはレトロフリークの購入なのね。そういうことになるな。最初はゲームギアのソフトを綺麗な画面でやるために、レトロフリークを購入したはずなんだけどな。ウプ主だんだんゲーマーじゃなくてコレクターになってる気がするわね。そんな気もするな。でもまあ箱節ありとか、備品とかにこだわってるわけじゃないから、ちゃんとしたコレクターじゃないな。ウプ主程度でコレクターとか言ったら、ガチのコレクターさんから怒られそうだぜ。あえて言うなら、ヌルゲーマー兼ヌルコレクターってところかな。
なんかだいぶ無理無理してるわね。そうだな。まあプレイも収集もどっちもほどほどに楽しみたいんだから仕方ないぜ。ゲームの楽しみ方は人それぞれだぜ。まあ本人が楽しめてるのならいいけどね。というわけで、今回購入したのは、ファミコン1本、ゲームボーイ2本、641本、メガ CD1 本、セガマーク3のセット。以上の6点だぜ。総額9828円だったぜ。今回も約1万円ね。ああ、今回はセガマーク3があるからな。どうしてもゲーム機本体を買うといいお値段になってしまうぜ。年末のハードオフ3回だけで、トータル3万円近く使ってるわね。そうだな。いくら年末で浮かれていたとはいえ、さすがにこれは使いすぎだな。本当に今年はちゃんとルール決めて買い物しなさいよ。ああ、ウプ主によく言っておくぜ。というわけで今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.